では、今度は、同じことを、段階的に細かく説明していきましょう。細胞の大きさや、細胞内部の圧力などを、グラフを使って表していきます。横軸は、細胞膜内部の体積です。細胞壁にぴったりになった時の体積を、1として、比べていきます。縦軸は、いろいろな部分の圧力です。単位は、気圧、です。まず、細胞を、濃い水溶液に浸して、先ほどやったように、原形質分離の状態になった細胞があるとします。これを、真水に入れて、細胞膜が膨らんでいくのを観察します。まず、最初は、体積は、1より小さいですよね。このくらい、つまり、0.7 だとしましょう。先生、適当ですね。わはは。まあ、大体で聞いておいてください。この時は、細胞膜の内部には、水分が少ないので、濃度が高い状態になっています。つまり、この状態の細胞は、外部から水を吸い込もうとする力が相当強いのです。つまり、浸透圧が高い、という状態です。グラフでは、このくらいの浸透圧だとします。この値を24だとしましょう。単位は気圧です。さて、この浸透圧の力により、水がどんどん吸い込まれていくので、細胞膜の体積が大きくなってきます。内部の濃度はだんだん下がってきますので、浸透圧も少しずつ小さな値になってきます。グラフではこんな感じで表します。浸透圧が18、体積が 0.8 だとしましょう。もう少し水分が入ってきて、細胞壁とぴったりになったとします。つまり、体積がちょうど1です。浸透圧は11だとしましょう。さて、浸透圧がありますので、まだ水を吸い込もうとします。ここからは、壁を押し広げながら膨らんでいきます。つまり、膨らもうとするのを邪魔する壁の力との戦いになります。体積が 1.1 になったとします。この時、浸透圧はさらに下がって、9だとします。この時、膨らもうとするのを妨げる壁の力が2だとします。すると、この細胞が、この後、実際に水を吸うことができる力は、この7だということになります。この部分を、吸水力、と呼びます。これが、浸透圧。これを、壁圧、または、防圧と呼びます。さて、もう少し体積が膨らんで 1.2 になったとします。この時、浸透圧が7で、壁圧が4だとすると、吸水力は3。いよいよ吸水力が小さくなってきました。そして、もうちょっと水を吸い込んだ時、例えば体積が1.3 になった時だとします。この時、浸透圧も、壁圧も6になったとすると、吸水力が0になって、これが、膨らむ限界になります。動物細胞なら、もっと膨れてしまい、破裂してしまいます。植物細胞が破裂してしまわないのは、細胞壁のおかげなのです。植物がとても生き生きした状態だと言えます。さて、この表を使う上での大切な説明をします。今は、
周りが真水だったのですが、ある程度の濃さの水溶液に入れた場合を考えます。例えば、ある時、その細胞膜内の浸透圧が9だったとします。これを浸透圧が4のスクロース水溶液に入れた時、吸水力は9-4で5となります。その時、さらに、壁圧が2であれば、吸水力は3になってしまいます。このことを公式として書きます。括弧、細胞膜内の浸透圧、引く、外液の浸透圧、引く、壁圧、イコール、吸水力となります。つまり、外液の浸透圧が0でない場合、その分だけ、細胞膜内が本来持っている水を吸収する力が減少させられるというイメージです。終わり。